レッツゴーフライデー、今日の反省室。さあ始まりました、ウェブラジオ限定お楽しみ動画コンテンツ、今日の反省室でございますけれども、今日は反省点ございましたでしょうかね。あの顔、あの時の顔。今日はだから一番最後の終わり方が、うさぎ年でうさぎのようにぴょんぴょんって言わなあかんとこをポンポン跳ねるって、ポン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 跳ねていきたいと思いますっていうとこかな。冷たいツッコミしてたわ。ナダルさんがポン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 跳ねていきたいと思います。あ、覚えてる。ほんでもうあで終わって、番組終わって、うん、もう花粉下がった時にタヌキやん。いや、そんな嫌な言い方やん。タヌキや、私もそれは聞きました、ね、ほんであの深く傷ついた。ポンポン思い出したくせよ、ま、いやいや、そういえば言うてたなと、そういえば言ってた、そこに座って、タヌキやな、なんかこうやってこうやって、いやしタヌキやな、タヌキや、タヌキや、だいぶプロデューサーさんやそれ。そんな子腕くしてんやつ、プロデューサーさんもそうせんよ。ちょこんと座った、ちょこんと座ったはるわ、昔の昭和のプロデューサーやつ。タヌキやな、ちょこんと座ったはるわ、ここの。でもポンポンはうさぎ年、はい、やっとぴょんぴょんやけど、大体もうみんながボールとかマリとかは弾む感じ、マリはポンポン跳ねるやんか、マリはわしやがる、今今マリわしやがる、わしや、わしや跳ねるか、わしや跳ねるか。だからそんなにやストロングゼル持ってこい。お菓子の仕事ちょっとお前よ。ポンポンでもまあ跳ねるっていうのはいいんじゃない。ただウサギやったからなんかうさぎ年やからぴょんぴょんの方が良かったけど、なんか浮かばんかったんですよね、だからきっと。いや、浮かんばんかったっていうよりはだからもうポンポンでええかなと思ったよ、はい、かわいいかな、そう、あ、らしさ、あ、そっちのポンポンの方がかわいい、ポン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 、あのポン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 拍子。ちょっと待って、誰、何が言いたいか、ちょっと待って、ポンポン拍子、ポンポン拍子の方がかわいいから、それトントン、トントン、それトントン、私、それ豚トントン、豚やな、それトントン、豚やな、それ豚やな、それそれトントン豚やな、ポンポン拍子の方がそれはかわいい、ポンポン行く感じがいいやんか、跳ねていこうっていう、ピョンピョンより確かにポンポンっていうの方がちょっと軽い、なんか可愛い、はい、軽やかな感じしますね。ピョンピョンなんかピョンピョンピョンバーン打たれてなんで嘘、そんな意味ない、ないよ、昔話で、ないよ、日本昔話で、ないよ、ピョンピョンってバーン、ひなわじゅうやったな、ひなわじゅうや、こうじゃないもん、これはもうひなわじゅう、跳ねるか、跳ねるか、跳ねるからって、うさぎは、うさぎは跳ねれば打たれば、跳ねれば打たれる、そう、だからやっぱポンポンで、ポンポンで打たれる、あれはポンポンで正解。いや、ポンポンはそんなことない。葉っぱでドロンっていけるから。キャロキや。キャロキや。キャロキ言ってたんですか、結局。ほら、追ってたんや。ドロン。結果それでよかったんや。結果よかったんや。そう、タロキですや。もう何でもいいやん。跳ねていこうっていうね。ね、よう言いますよね。うん、そう。いけるか分からんけどね。なんか、もう分かれへんねん。何が正解かも、自分でも。最近は特に思うねんけど、はい、何やろな、もうほんまに家で喋ってる感じでのもっとひどい版みたいな気がしてて、いや、もっとひどいの、家で喋ってる感じだったね、あ、全然そういうの聞きたい、そういうのをみんな言ってる、いや、でもそれを、うん、でもさ、多少やっぱりなんか仕事で、仕事じゃないけど放送ですよっていう感じを、はい、なんか出していかなきゃな気がするんだけど、ほんまに家で喋ってる感じでやってしもってるから、うん、チキチキジャニーの2人にものすごい負担をかけてる気がしてんねん、実は。私も忘れてますわ、あ、放送やったっていうのを耳に、あの時間ですとか、うん、あ、そうやな、出ますやん、カンペが、うんうんうん、あの次行ってくださいって出た時に、はいはいはい、放送やったって思う時はあります。それでええんかなと思いながら、ここに思ってます。いや、ほんまに先月先々月ぐらいもずっとそういうことを考えてました。ほんまですか。あの、その取り組む気持ちとしてこれでいいのかな。大丈夫ちゃいます。あの、ガラスの向こうもたまにわーってなんか盛り上がってる時あるから、あっちの方が家ちゃうから、家を持ってっちゃうから思ってる時ある。まあまあそうやな、家みたいに盛り上がってる時ある。誰も仕事や思てへん、誰も思てへん、お前お前だって、あの、ほんまによう聞こえてくるもん。今日もなんか初めの方盛り上がってたよね、あれ、なんかでなんかでめっちゃ盛り上がってた、お年玉やったっけ、何やった、な、何か分かれへんけど、一十万倍日、ありがたみない、ありがたみない、一十万倍日多いなっていうので、5日か6日あるんですよ、
ね、だからそれをこっちめっちゃ聞こえてきたもん。もう話発展してんね、向こうで。向こうで。うん、まあ、これやったらありがたみないな。はははは言うてめっちゃ笑って。まあ、ただ、あの、お月さんのところは誰も、何言ってんの急に。何言ってんの、スーパームーンやって、正解やってんやろ。パーフェクトムーンとかいろいろちょっとそこまでかかりましたから。難しいの出てくるから、めっちゃ普通の出てくる。あ、もっと高尚ななんか出てくる。期待外れやって。それ誰かね、あのハッシュタグレッツゴーナージャーでも言うてありました。マジで。なんやめっちゃ簡単なやつやん。これみんな書いたん？いや、うちらは書いてないですよ。ナージャーさんでしょ。あのパーソナリティの方が今年の抱負を、うん、今月のタイムテーブル載ってるんですよ。これ皆さんぜひゲットしてください。ね、めちゃくちゃ面白い。うん、これはすぐナージャーさんってわかるわ。うちらはね。うん。そうやね。いや、もうリスナーさんもわかると思う。リスナーさんもね。これ読んでいただいていいですか？今年も目指すは60点。これすごい悩んでん。あ、何と悩んだんですか？何と悩んだんじゃなくて、はい、目指すはの和がはなのかこれ和なのかで、これ和にしたらお姉感が出るの。今年も目指すは60点じゃなくて、私が言いたいのは今年も目指すは60点目指すのは、目指すのはだから、これど、これどっちで正解なの？え、目指すの和の意味やと、このハーでこれで合ってんねやろ。ただ別にそっちのこの普通の和でも、ナジャさんやったら、あの、まあ、目指すは60点って。でもそれやとなんかちょっと嫌やって。でも青やとは思われないですわ。ハートは間違ってるわとは思われないから。思われないから大丈夫。うんうんうん、よかった。それを結構ちょっと悩んだのよ。あ、そこを迷ったんですね。言葉はすぐに決まったんですね、ほんなら。いや、この件いろいろどなんか分からへんけど、なんか、どこで書いてんやったっけ、これ。ヨンちゃんテレビの楽屋で書いてくださいって、この短冊持ってラジオの来てるけど、めっちゃ早してみたいな感じだったよ、ね。分からんけど。急に現れて。なんか、事前に聞いたら、ね、めっちゃ早してない。なんか打ち合わせが私もあったから、なんか早せなあかん感じ。あ、そのタイミングで。はい、そんで、せかされたんすね。うんうん、まあ、なんか、ええのが思いつけへんまんまパーッと書いてんけど、ただこれはこの通りやで、私は。もう。だから。100点目指さないっていう意味ではね。でも60点やったら、その今言ったように、そんなに広、うん、もっと広穴とか思わんでもいいじゃないですか。そうそうです。いや、まあね、はい、せやけどなんかどう思ってんのかなと思う、ここ広いよみたいな。いや、思ってないですよ。そんなんがあったら言うて、もう言うてるけどな、ポンポンたぬきやないかみたいな。言われてんねんけど。いや、それ絶対腕組んでない。思い出してマジで2人。いや、ここでな、これな、今多数決で2人がこう言うたら、それが真実やないか。怖い、切り抜きやないか。あんなもんたぬきやないか。だもん。言うてたな。怖いな。たぬきや。怖い。下がってから、ね。笑いながら。笑いながら。お前で。下がってから言うっていう。下がってから言うっていいやん。ほんまに。タイミングがさ、最後の、もう終わり1秒ぐらいでポンポン言うから。そら。ということで、コメントたくさんありがとうございます。ありがとうございます。初めてコメントしますというお京さん。お京さん、うん、放送へのコメント。はい、放送へのコメントです。先週のね、ここ何十年、うん、ガーッと素直に笑うことを忘れてた、笑えなくなってた私がこの番組を聞くようになって思いっきり笑える時を持てるようになりました。嬉しいですね。ショート動画でのナージャさん、憧れの髪型はポニーテールに、チキチキジョニーさんのキツーって笑う時にお腹から笑います。そんなひどいこと言う。あいつ、いやいや、そっちやろ。いやいやいや、いや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 。いや、こんなんよ。いやいや。戦国武将かよ。せやひど。憧れは、はい、ポニーテールかな。してみたい。きついきつい。やってみたいの。やったことないから。でもやりたいのはポニーテール。めっちゃやりたい。それもう絶対よく行くコンビの手にあだ名つけられる。ポニーテールって言って。そう。戦国武者みたいなもん。なんでそんな。ひどいですね。いや、全然覚えてないわ。戦国武将かよ。またこうやって言うてんのが。戦国武将かよ。絶対言うてないと。何でそのポニーテールは。違う、それはなんか、戦国武将か。それはだから何か言おうと思って、心を殺して、ほんまに会うって、見たい。思てへんやん。戦国武将か。人のポニーテールをそんな風に。戦国武将は嬉しいだって。あ、ですね。あ、うん、よかった。ポニーテールやんか。新右衛門さんみたいなってことやろ。あ、そうちゃいます。そうそうそう。落ち武将って言ってないですよね。落ち武将やったらショックやわ。ね、そうね。弁髪とか。え、ポニーテールできるウィッグは持ってないんですか。ポニーテールできるウィッグっていうのが、はい、前まではもう
やろうと思ったらロングを買ってきてかぶって、はい、こう引っ張り上げんねんけど、はい、ここら辺が難しいのよ。あ、で最近はそういうちゃんともうアップにセットされたものっていうのを売ってんねん。それが2万とか3万すんねんけど、はい、こうてあ、ほんでまだつけてるんこれを、はい、ほんでそれをこうていや届いたと思ってかぶってみたら、はい、戦国武将やきつい勇ましかったなんか、はいはい、あのほんまにこういうやつでこかぶほんまにかぶねここもグッて上がってて、はい、あれ何かな、やっぱ女の子らしさって生え際のこのラインやと思うねんな、はい、ここが直線まっすぐでこうなってるプラス顔がこっちがちょっと出てるからこう分かる、この詰めてひっつめてるこっちがこうなってるから、はい、戦国武将やってきて、やってきてほしい戦国武将やだから結局3万つこたのに金髪なんですか、何色なんですか、金、金やね、金、金髪だ、結局そこにヘアバンド巻いてっていう風にしてつこてる、今はつこてるんですか、てるんすか、ヘアバンド巻けば、そういうの、そういうの、そういうの巻いて、いやー、うちやろ、多くの人のいやー、うちりばこうやってやってわ、ね、ちょっと見たいですね、見たいですね、でも番組では使ってないんですか、いやいや、もう使う、ディナーショーでしか被れへん、もうそれ笑い取るためにじゃないですか、いやいや違う違う、だからヘアバンドするとしっくりくるから、あ、大丈夫なんです、そう、それターバン的な巻いてしまえば、やっぱターバンはあんまり便利、アップにしてる感じになるから、ああ、そう、でも憧れのできてよかったですね、だから学習したらね結局似合わないっていうのが、まあそう、また今年機会があれば見せていただければと思います、うんうん、そう、あ、ほんまや、これ言ってた髪型がこの YouTube やったら見ていただけるんです、あ、まあそうだね、はい、私は好き、うん、いや嬉しいです、これでもターバンしてた方がいいんですね、うん、の方がいいですか、いいかも、それもうちょっとだからムースって今言えへんのか、なんかもうちょっとこうウェットな感じにしたら、あ、そうなんですよ、もうちょっとバブル時代っぽくなるんじゃない、なんか塗ってんの、オイルを間違って買っちゃって、うん、なんかこうウェット感のある髪型にできますよっていうオイルを取ったつもりが違うやつ、うん、これまとまってんねや、これ一応まとまるオイルでもだんだんやっぱ広がってくる、わーっとウェッティじゃないと、いやそれいいと思うな、やりましたね、ありがとうございます、ね、先ほどディナーショーの話が出ましたが、はい、R さんがですね、うん、ディナーショーのことについてコメントくださってます、うん、ただただ自分の息子がたくさんのファンの前で長年培ってきた芸過去芸術を披露して拍手をもらっている姿を見るだけで、うん、親は嬉しく誇らしく感動すると思います、最高の親孝行だと思います、すごいですよ、いやいやこれ分からへんけど、この R さんディナーショー、はい、私のディナーショーにもし来てくれてたら嬉しいけど、内容知ってますかっていうのをまず言いたい、この前の放送でも言ったけど、パンツ脱いでおっさんにかぶせるんですよ、それだけじゃないからそれが一点張りじゃん、わー綺麗っていう人が母が見るんですよでもですよって言われて、ガハハハ笑ったんですよ、そうそう、結局笑いあり、うん、あの手拍子もしてたらしい、私はもうほんま見てないからね、あ、そう、でも結果めっちゃ笑ってたよって、でもその後その親戚のお姉さん方から、はい、観葉植物が届いて、あら、家にそこにメッセージカードがついてあって、これぐらいの、はい、でそのそれぞれにメッセージ書いてんけど、あの涙が出ましたっていうね、書いてあって、でもやっぱり親戚と親ってちゃうやん、いやでもその親戚がそうやって涙流してくれてるって、親は絶対さらに上行ってんちゃいます、上行ってんのかな、笑いあり涙あり、めちゃいそう、芸術っすよ、芸術、芸術っていうとこもなんかもうバカにされてる気するわ、むず芸術といえば芸術なんかな、いやそうですよ、なんでもアートってそういうもんでしょう、うん、まあ、ありがとうございます、あとは最近かのこの反省室の方で頑張りすぎてない、私本編特に一緒のようなそうですあ、いやごめんなさい、気分外しちゃった、ごめんなさい、どっちも素晴らしいからですよ、なんかカツラでスイッチが入るのかもしれんな、あーもしかしたら、そっか、ラジオの時ってラジオの時はあの帽子かぶってしもてるやん、やっぱこの髪の毛かぶることによってさあってなってる、やし、こうちょっと取られてるみたいな意識がなんかあるのかもしれん、やっぱこうもしかしたらカメラが
カメラがいいのかもしれない。お前はなんか物はねもう最近そ そうそうこういうカメラがカメラ常にやってくれるんだもん。やっちゃうわ全裸監督の持ち方やないですか。お待たせしました。あんまりこうでもまあこのままでこの感じのスタイルでいいのであれば非常に助かります。ただ私は今ちょっと迷ってるとこですので、よかったらまたいい、ね、このままがいいのか満身しないね、ね、これは見習いたいさ、うん、ほんまにうちらも頑張ってポンポンついていきますよ。いや、この年にしましょう、みんな。みんなで頑張ろう。タヌキやな、タヌキやな。いや、じゃあもっと優しい言い方したから。あんなもん、タヌキや。ほんまことして、ほんま優しくあろう。戦国武将やん、あかんわ。あかんで。人が憧れの髪型ね、語ってやつ。これは本当に申し訳ないです。戦国。めっちゃ笑ってた。めっちゃ笑ってた。想像したからやろ。そうだそうだ。結局この顔でポニーテールを。ちょっとなんか。いやじゃあどの髪型が合うと思う？私にショート以外でするとしたら。なんやろ。どんなんが合うんですか。ツインテール。顔見て笑ってるやんか。ツインテール。何でも合うから。ツインテールは。ファルコ。ファルコ。ツインテール。でもツインテールは。ツインテール。なんやもん。ツインテールなんやもん。なんもうない。ツインテール。ファルコン。ファルコン。言わしてるやがな。言わしてるやん。まあでもファルコンや。ファルコン。リスナーさんに聞こうって。そらっけ。そうだね。どんな髪型が似合うか。いいですか。教えて。はい。コメント。このいつものこれショート以外でね。お願いしますね。だってやが全然似合わんかったおかっぱのも結局は似合いハルミやし、すごいですよ。私は似合うのは多いってことですか。いや、そらそうやろ。に、それも匂ってないからな、これも？マジで？ほんなら分かんないですよ。ポニーテールイヤミの方が似合うかもしれないですよ。いや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 、それも落ち武者やがな。なんで落ち武者？鬼って。鬼って。鬼じゃない、ポニーテール。ポニーテール。やってみてじゃ、伸ばして。はい、だいぶかかる。ヤミさんのもほんなら私に似合う髪型。いやもうみんなそれぞれね、はい、ね、聞きました。石原さんもそれこれ見つけたね。え、マジか。見つけてる、うん、やっと。仮にうちらってこれ似合うんすかね。私は多分それやると、はい、桂由美みたいになると思う。いいじゃないですか。そのターバンに前髪ボンで、ここがまあちょっとあるけど、ちょっと年齢がちょっと上に見えるような気がする、私がそれしたら、うん、そっか。いや、このターバンやらせてもらったんですけど、あんま似合わんかったんですよね。そうやな、もう、なんか八百屋みたいになりそう。八百屋さんに悪いやん。そんなもん。それは文句言いにくい。もう終わりです。はい、終わりです。終わりですか。そうでした。いろんな時代で終わりです。ハッピーニューイヤーを一応またいい声で、ほら、メリークリスマスみたいな。あ、そうな。リクエスト。いや、やっぱ多分、来てると思います。来てると思います。ハッピーニューイヤー、for you.ハッピーニューイヤー for you。 顔がすごいいいね、ここに映ってんのを見るだけで。大衆演劇で、大衆演劇のコメントもあったんですよ。大衆演劇でハッピーニューイヤー、メリークリスマスとか、はい、女型でやろ、はい、どちらでも、まあ、2023年、はい、大衆演劇座長。あれ、あんた、もう年が明けてしもとったわ。もういいかげん。およよ。よ。座長。座長。綺麗に決まりました。お前は明けてしもてたから、およよがハッピーニューイヤーなんですよ。いや、大衆演劇はそんな英語使えへんから。あ、明けましておめでとう。すいません、ごめんなさい、なんかもうね、さすがまた開けましておめでとう言うて。お前、お前、それ取り返せる。あれ、あんた、もう年が明けてしもってましたわ。明けまして、おめでとうございます。よっ、座長。あんたはどこにおるの？いや、多分カメラの向こうのあなたが言うおそらってごめんねって。
おしまいってあんたもさっき言うたりーなっていうな、あんたがさっき言うたりーな、あげたぞって、あげたぞってさあ、締めてください。続き YouTube の方にもコメントくださいね。以上、今日の反省室でした。あんたまた見てや。ごめんなさい、みんなおよよ待ちでした。およよ待ちです。およよ待ちです。およよよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。